無事にカンボジアに入国完了しました。カンボジア結構ビザ取るのとかいろいろあって苦戦しましたが、なんとか無事に入国しました。もうすでになんかバイクタクシーとかトゥクトゥクとかめっちゃある。結構この辺はなんかタイ入国した時は旅人の人が全然いなくて、もう現地の人しかいないような地域だったけど、ここは結構旅人がいます。暑いな。こんな感じです、街の雰囲気。カンボジア、とりあえず今日の夜ホテルはシェムリアップに撮ってるので、シェムリアップまで行こうって感じです。とりあえずこっからシェムリアップまで移動する手段を探してたんだけど、もう本当に勧誘がやばすぎる。もうノーって言ってもずっとついてくるし、本当に怖いレベル、もうずっとついてくる。でしかも値段がちょっとなんていうの、高すぎる気がする。バンコクから国境の街まで来るのに、まあ、日本円で言うと1000円ぐらいでバスで来られたので、こっからシェムリアップまで行くのが今、まあ、10ドルでってなったんだけど1500円ぐらい日本円で、明らかこっからシェムリアップまで行く方が短いのに高いのね。で物価考えても絶対おかしいと思うので、ももうどう言ったら他に行き方がわかんないし、結構もう炎天下でやばいので、とりあえずもう乗ることにしました。本当に怖い、もう本当にずっとついてくるの。ノーって言ってもずっとついてくる。本当に不信感しかない、もう今超怖い、やばい、びっくりしました。結構入国の時とかも結構怖かったから今ドキドキしてます。めっちゃ怖い、めっちゃついてくる本当に。とりあえず移動手段は確保したんで、ここから移動します。この車に乗ってシェムリアップまで行く途中まで来たんだけど、なぜか車が故障したのか何なのか分かんないけど、灼熱の中止まっております。なんか20分ぐらいちょっと待ってほしいって言われて、めちゃくちゃ暑い。結構ハプニング続きだな。自然が豊かで、ここに来る途中の道で水かけ祭り、タイでも見たんだけど、ちょうど今期間中みたいで、カンボジアでもなんと見られたんですよ。車の中からしか見られてないけど、水かけあったりとか、あとは車を水で打ったりとか、音楽バンバンでぶち上げって感じでした。ちょっと車が治るまで待ちます。もう本当に大変だったんですけど、やっとシェムリアップの方に到着しました。もうあの後もめちゃくちゃいろいろ怖くて、っていうのももう運転が危険すぎて、もう乗った車の中で人生で一番怖かった。っていうのもスマホいじりながら運転するのは当たり前だし、ちょっと動画では伝わりにくいんだけど、もういる車、その車線にいる車を全部抜かしていくの。もう対向車来てても普通に突っ込んでって、めちゃくちゃクラクション鳴らしまくって通っていくから、本当に怖くて、なんか生きてる心地がしなかったです。もうやばかった、こんなことあるってぐらい危険運転でびっくりしました。国によってあれなのかな、当たり前だったりするのかもしれないけど、本当にびっくりした。まあでも無事に着いてよかったです。生きて到着しました。で今いるのがシェムリアップの中心部なんで、かなり栄えてます。もう超観光地って感じ、キラキラしてる、こんな感じです。みんなご飯とか食べてるのかな今。私もまだ今日ご飯食べられてないので、ここからご飯探しをします。美味しいご飯を食べたいな。おはようございます。昨日は夜ご飯をあの後ロックラックっていうカンボジア風のサイコロステーキみたいなのを食べました。めっちゃ美味しかった。で今からこのトゥクトゥクに乗って今日はアンコールワットに行きます。めっちゃ楽しみです。すごい見て、こんな感じ、木でできてる、楽しみ。今チケットセンターに行ってチケットをゲットしました。これ自分の顔写真も書いてあるの、めっちゃ面白い。ワンデーパスです。巡ります。アンコールワットに到着しました。まだちょっと遠いなすごい遺跡って感じですね。暑いです。そして灼熱です。本日も近くまで来ました。すごいなんか細かい掘ってある、何年ぐらいの歴史なんだろう。何も調べずに来ちゃったけど、階段も結構急ですね。
結構ここアンコールワットも世界遺産なのにガイドとか写真の勧誘がすごい。カンボジアの国旗のところまで来ました。国旗のデザインになってる建物ですね。すごいな、迫力が。こんな感じ。結構いろんな方がいますね。観光客の方もいれば、ちょっと日陰のところでピクニックみたいな感じで憩いの場として使ってる地元の方もいるし、いろんな人がいます。建物の中心のところまで来ました。広場になってる。こういう迫力がすごいです。で、この壁ちゃんと見るともうすっごい細かい彫刻がされててめちゃくちゃ綺麗、感動しました。ここはちょっと消えかけちゃってるかな。もう特にこの建物の中、この中が本当にすごかった。さすが世界遺産。いや、この階段めっちゃ急だな。人が、観光の人が登れるようになってるところは割とあの木で階段作ってて登りやすいけど、これ登るの大変そう。もし登れる階段だったら。急な階段を登ってきて来ました。中に眺めがめちゃくちゃ綺麗。頑張って登ってよかった。すごい。アンコールワット回ってきました。1時間後に出口集合ねって運転手さんと話してたんだけど、結構あっという間だった。回るのにすごい時間かかった、大きくて。でも本当に綺麗なところがたくさんあって見応えがありました。で、今から次のところに向かうって感じです。運転手さん曰く今ここの気温は38度、9度。38度9度ってやばいな。40度になる時もあるみたいです。そりゃバテちゃうわ。次のお寺も楽しみです。2つ目の遺跡に来ました。ここに入ってくる前、ここの建物に入る前は湖を見てきました、反対側で。で、道路を渡ってこの入り口に入ってきました。こちらも自然が豊かです。セミの鳴き声が聞こえます。ここはさっきのところより岩って感じがする。あの継ぎ目がすごい見える気がする。こんな感じの、さっきのところはもうちょっと真っ平らだったイメージがあります。ここもすごいけどね、綺麗。お寺を回ってきてご飯を今から食べます。もう暑すぎて結構熱中症気味です。で、今日朝ごはん食べずにツアー来ちゃったから、朝兼お昼ご飯です。今から早く来てほしい。ペコペコだ。とりあえずご飯を食べてきました。一応お腹いっぱいにはなったけど、夜は美味しいものを食べたいです。で、今3つ目の遺跡に来ました。ここもすごい自然が豊か、木がたくさん。おお、いいね。3つ目の遺跡もちょっと歩いていきます。目の前に入り口っぽいのが見える。3つ目の遺跡の中も結構岩石って感じ。落ちてこないかな、大丈夫か。あのアンコールワット本当に結構平ら、たまに線入ってたけど結構平らだったからびっくりだな。こんな感じです。ここは結構崩れてるところが多い。こっちも崩れてる。そして2つ目のところに比べて人が多い。でも結構見応えがあります。ここすごい綺麗。ピンクと緑になってる。そしてまた木。すごいな。いっぱいある。なかなかこうやって遺跡に来ることってあんまないからすごい新鮮。ここもピンク、緑。はあ。
進んでみれば進んでみるほどすごく楽しい探検隊だ。外に出てきたらお土産屋さんがたくさんあるところに出てきたんだけど、結構日本語で話しかけられる。ご飯とか、あとジュースとかコーラ、水みたいな感じで日本語で喋って、単語で喋りかけてくる人がすごい多い。結構やっぱ日本人来るのかな、この辺も。最後の遺跡に来ました。結構ここ広くて、あっち側にも何個かあって、ここにもあって、いっぱいあります。そしてなんと近くに猿がいるんですよ。ちょっとね、 GoPro だと多分映らないよね。猿ちょっと近づくの怖い。こういうの好きそう、 GoPro とか機械系が撮られたら怖いな。ちょっともうちょっと行ってみよう、勇気を出して。見えるかな。あ、ちょっと待って、 iPhone で撮ろう。ちょっと待ってくださいね。近いですね。怖いな。あ、座った。トゥクトゥクのドライバーさんに連れてきてもらった場所で夕日を見ています。丘を登ってきて結構大変だったんだけど、めちゃくちゃ綺麗、来てよかった。ここも遺跡です。登ってきてこの夕日です。もう本当に登るの大変だったけど来られてよかった。でももうね、めっちゃ人がいる。もう周りすごい、反対側見たら超人いる。よかった来られて、人気スポットです。今バスターミナルに来ました。で、今日はあの後ホテルの方にまたトゥクトゥクで戻ってきて、でご飯を食べました。で、もうちょっと言い忘れちゃったんですけど、アンコールワットにめちゃくちゃ猿がいっぱいいて、私ちょっとビビリなんで猿ビクビクしながら怯えながら横を取っちゃったんですよ。そしたらもう舐められて、猿に飛びかかってきて、手の上のもうグワッて乗ってきて、めっちゃ怖かったです。でも幸い、噛まれたりとか、あとは爪立てられたりとかしなかったから、怪我は全くしてないんですけど、めちゃくちゃ怖かったです。結構パニックになりました。もう次からは猿に舐められないように、しっかり、もう目を見て、勝てるようにします。で、これから、シェムリアップから夜行バスでプノンペンまで移動します。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさいって言っちゃったけど、ちょっとこれだけ言わせてください。すごくびっくりで、自分も知らなかったんだけど、寝台でした、バス。まさかの、座って寝る式じゃなくて、寝台バスでした。ぐっすり眠れそうで嬉しいです。では、おやすみなさい。早朝にプノンペンに到着しました。で、着いた後、市場に行って朝ごはんとかも食べてきたんですけど、やっぱりカンボジアなんか物価が高いです。結構物価が高い。思ってた以上に高くて、もうちょっと安いかなと思ってたんですけど、高いです。で、今回は貧乏旅行なので、ちょっとカンボジアにはもうこのまま泊まらず、こっからプノンペンからホーチミンに移動します。で、今その移動のバスを、出発を待ってる感じです。このバスでこのままホーチミンまで行きます。それでは出発します。バイバイカンボジア。ココナッツ。もうね、全然動画に撮ってないけど、ココナッツ飲みまくってます、本当に。無事に自分のベッドに到着しました。わかるかな、この。座れない、絶対に。結構狭い。あ、そう、見てこれ。さっき拾ったプルメリア。ちょっとでも取れそう。持って。イエーイ。